マリアモンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話してくださるのはこちら、嫁兄さんです。どうもよろしくお願いします。嫁兄って思ってるかもしれませんけど、どういう方なのか、まず簡単なお立場的なね、自己紹介をお願いいたします。はい、嫁兄と申します。国際通りで飲食店を4、5店舗経営してたり、お土産屋さんをやったり、経営者さんですね。ですね、はい、はい、お仕事としては国際通りで、はい、飲食店とかお土産物やってるってことで、はい、今回は、はい、沖縄観光の裏をね、はい、話していただきたいなと思ってたんですが、はい、嫁兄さんの、それはしますよ、話はしますけど、嫁兄さんのこの名前の由来も若干ね、はい、お仕事に関わってるんですよね。うん、そうですね、はい、はい。どういうことか、はい、ちょっとこう簡単にかいつまんで教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。僕、嫁兄という、意味は嫁で嫁兄をしたっていうことを月曜から夜更かしというテレビ番組がありまして、はい、ありますね。そこで全国放送で嫁のことが好きすぎて嫁にしましたって、ある日テレビで言ってしまって、そこから、平司って言うんですけど、うん、平司がある日嫁にっていう人間になったっていう。しかもそこでバズったんで、はい、月曜から夜更かしでまさかの追加取材まで来たんですよね。そうですね、そうですね。初めて出た時は僕居酒屋やってるんで、居酒屋のオーナーとしてお客様撮っていいですかっていう取材を来てたんですよ。でそこでたまたまちょっとだけ映ってて、で撮影が終わって、その後他の居酒屋を紹介しますってアテンドしてて、まあ、アテンド先であんまやることがないのでお酒飲んで次行きましょうってお酒飲んだら、最終的に4軒目ぐらいで一番酔っ払ってた僕がカメラ回ってたみたい でそれ撮られた記憶も全くなくて、そしたらそのままその放送がテレビに映って嫁にっていう風になって、それ放送された時嫁にですよ、はい、お嫁さん奥さんはどんな反応したんですか。いや、もう正直映像を見て、僕の方向を見て、私終わったよってそっと言われてで僕もう全然これ行った記憶もないんで、僕も固まって、俺たち終わったねってもう、まあ、正直どしもネタじゃないですか、はい、しかも奥さん巻き込んでるじゃないですか。はいはい、そうなんですよ、はい、で、もうどうなのってなったんですけど、もうどうしようもないしから、いや何かあればもう責任取りますって言って、もう夜中だったんで今日寝ますって寝て、で朝起きたらもう5000人6000人ってフォロワーがインスタで増えてたんですけど、はい、もう正直びっくりして一回アカウント消して、この後どうしていこうかっていう人生だったんですけど、まあ、そこからもう2回3回って出させていただいて、はいはい、もう僕は嫁にとして生きようっていう、はい、その間いや嫁にさんはね、はい、覚悟決まっていくじゃないですか、はいはい、お嫁さんの方の覚悟は決まっていったんですか。いや全然嫁にの嫁としての、いや全然決まらないんですよね。で僕はもう覚悟決めてるんで、もうこのまんまで毎日いろいろ外出るんですけど、やっぱ僕気づかれるとそばにいる嫁にやっぱり目がいくじゃないですか、はい、で嫁はもうそれがすごい迷惑になるんで、はい、やっぱり家族で歩いていくと僕気づかれたらデパートとかで 嫁だけこう曲がっていって一人で歩いてるもうスーってこうなりますね今は受け入れてくれてるんですか。受け入れないです全然受け入れないですだって出てからもう何年か経ってますよね。もう4年5年経ってますね。はい、はい、でもまだ受け入れてくれてない。はい、多分一生受け入れないと思いますちなみにはい、お嫁さんのことが好きすぎるのは本当なんですか。そこは嘘なんです。あ、もうそこは本当です。あそこは本当って言っとかないといけないですよね。はい、はいはい、そりゃそうですよね。はい、もう大好きで、はい、もうじゃあね、奥さんにもう一回言っとかないといけないんじゃないですか。はい、大好きです嫁にしますまあでもそれはそうとして、はい、ちょっとこんなね、どしもネタのいい話というのなかなかないんでね、はい、はい、ちょっと聞いたんですけど、この経営者として、はい、もう嫁に名乗ってますけど、はい、周りの人たちももう嫁にさんって呼んでるじゃないですか。はい、そうですね。もうそれはもう認知されて、もうなんか俺本当に沖縄のなんかの名字がギュッとなっただけのあだ名かなと思ってたんですけど、はいはい、そういうことだったんですね。はい、もうはい、どしもネタですはい、ということでどしもネタをベースにお送りします。はい、まあでもね、嫁兄さんってもうみんな呼んでるから、もうそれでいいですよね。はい、はい、もう嫁兄で、はい、お願いします
ということで今回の本編ようやく入りますけども、あの沖縄観光の裏ということで、はい、あのこの国際通りって、はい、まあ、位置づけですね、那覇のまあど真ん中にあるじゃないですか、はい、で観光地としてものすごく知られてるし、僕も何回も来てます。でも、はい、実際ここも実は、ね、あの国際通り近くなんですよ、このスタジオも。なんですけど、地元の人から国際通りってどういう位置づけなんですか、はい、もう観光客の人しか行かない場所なんです、うん、地元の人も来る場所なんです。これ多分この10年15年でだいぶ変わったと思うんですけど、僕たちが、今僕40なんですけど、10代20代の時って国際通りって地元の若者が遊ぶ街だったんですよね。お土産屋さんとかの通りがそんなになくって、映画館があったりクラブがあったり居酒屋があったりっていう、多分地元7割観光3割とかなんですかね、うん、そこからどんどん、観光がどんどん、まあ、増えていって、今でも観光が7割地元3割とかになってるんですけど、うん、僕たちの感覚では日中遊んだり映画見たりとかっていう街でも、今は、観光の人がもう遊ぶ街っていう、うん、なので多分沖縄の若、今の若い人たちとか僕ら世代は国際通りに遊びに行く、飲みに行くっていうのは、減ってきてるとは思います。まあ、あのよく聞くのは、どっから県外から来た人を案内するので地元の人が一緒についてこの辺飲み行くとかはあるっていう感じ、うん、あ、そうですね、そうですね、じゃなかったらあんまり来ないかなっていう、うん、はい、ですね。ただ観光客はほぼ来ます、はい、大体来ます、うん、はい。でまあ、あの来てみて思うのは、沖縄の人が県外の人に自慢したい沖縄が大体詰まってるじゃないですか。そうですね、そうです、はい、飲み屋とか、はい、それこそお土産物屋とかいっぱいあります、はい、でもこれっていわゆるあの国際通り商店会みたいな、なんていうんですか、はい、一枚岩でやってる感じなんですか。どうなんかこう、はい、組織というか、はい、なんだろう、どういうところがどう管理してるのかなっていうのがちょっと、はい、そこも僕たち今十何年商売してるんですけど、国際通りって1個の通りなんですけど、この通りに4つぐらい通り会があるらしいんですよ。1個にまとまってるわけじゃなくて、うん、国際通り通り会とか大通り会とかなんとか通り会っていうのがあって、でもじゃあこのエリアはどこに加盟 してねってあるんですけど、そこにだから絶対的にじゃあどこに行って登録するとかもあんまり分からなく、うん、自然に口伝えであるんですけど、でもこの通りとこの通り会が交流はあんまないとかで、じゃあ何かやってるのって言うとあんまりそこもなく、なんていうんですかね、まとまってないというか。会費とかあるんですか。会費は通り会費っていうのがあって、そこに多分あのゴミ収集とかそういったのにこうプラスアルファされてるっていうので。ね、ああ、じゃあ直接みかじめみたく払うとか集金するロットじゃなくて、はい、ちゃんとその必要なお払いをなきゃいけないところに乗っかってるみたいな。そうですね、はい、でもですよ、そのこのまあ大きい通りですけど、はいはい、そんなに割れる意味あるんですか。いや、そうなんですよね、僕たち現場感からすると割れる意味ないと思うんですけど、多分この国際通りってもともと闇市からできた通りなので、はい、多分その前の前とかたどるとパワーを持った人たちがいて、そういう感じかもしれないなということです、はい、なんととかふわっと聞いたりはあるんですけど、あの今その4つぐらいあるって聞きましたけど、はい、もしかしたら知らない組合とかもあるかもしれないですか。 あると思います。この国際通りからこう分かれて、うん、平和通り市場通りとかあると思うんですけど、はい、多分そこにもいろんな会があると言ったので、はい、はい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 。でもそうなると、あの何ですか、いわゆる横のつながりみたいなものっていうのはどうやってできてるんですか。この横のつながりっていうか、このお店同士とかですよね、はい、そこが、まあ、僕たちここ10年ぐらい入ってる会だと全然横のつながりないんですよ。なんか例えば沖縄の業者とか、まあオーナーとかだったら多分自然につながると思うんですけど、うん、通り沿いで沖縄の方がやってない店舗ってすごい多いんですよね。なんかもし隣とか近所で何かお話ってあっても、オーナーさんは今沖縄にいないんで伝えときますっていう、店長とかバイトの主任と会話がして、結局いろんな情報交換もないっていうのはありますね。そうなってくるとです、気になるのはここ最近の象徴的な場所あるじゃないですか、はい、のれん街、
はいはいはい、のれん街とあともう一個屋台街、屋台村、屋台村、はい、あるじゃないですか、はい、あれできた時に僕久しぶりにこう国際通り来た時、どっちコロナの時かな、あれ見た時にあれと思ったんですよ。こんなのあったっていうか、はいはい、しかもそこめちゃくちゃ賑わってて、めっちゃ賑わってます、ね、はい、でもしかも若い男女がいいね、はい、あのめっちゃ集まってて、なんだろうここはと、はい、こんな、人が集まる新しい建物があるのかと思ってて、であれは商店街とかこの辺の人がやってるやつなんですか？のれん街、僕もその中に一個お店あるんですけど、うん、はやってる会社は沖縄の会社ではないです。東京関東の会社さんがやってて、でそこはもともとあの建物三越だったんですよ。のれん街の建物で三越が閉店してずっと空いてて、その後にお土産とかフードとかがある琉球市場みたいな建物ができたんですけど、そんなに流行らずバーッと集客できない後に入ったのがのれん街 で僕たちものれん街できる時に そこにこの三越の元の場所にすごい人がいるっていうイメージをずっと国際で持てなかったんで、どうかなと思ったんですけど、できてからの勢いもすごくて、入っといてよかったですね。はい、で僕もともと1階と地下ってあるんですけど、地下はラーメン横丁だったんですよ。あで1階居酒屋 で下の地下に全国のラーメン屋さんが来て、うん、インバウンドの人たちが来るっていうのでやったんですけど、のれん街開いて1年後にコロナになってるんですよ、はいはいはい、でラーメン横丁全部撤退になって、はいはい、でコロナ禍の中に地下の募集が入ったんですよ、うん、で誰もいない国際通りの時に募集で入りませんかってあって、まあ、僕たちはこのコロナ明けのためにって言ってそこに入ったんですけど、地下1階再オープンになったんですけど、再オープンの前日にデニーさんが緊急事態宣言発令って言って、もうどうしようっていう、うん、もうそこからのオープンでしたね。はい、でも実際出した結果どうでした？いやすごいですよ、すごい来てます。実は僕もそこで飲んだことがありまして、つい最近なんですけどね、はい、とにかく若い男女はめちゃくちゃ来る、観光客も、はい、下手です、地元の人も飲みに来てます、ね、来てます来てます、はい、そういう場所になってたんですよね、はい、ああいう新しい名物が生まれる時ってこういう国際通りでは珍しいことなんですか？割と最近なかった感じです。いや珍しいです。ああいう複合施設っていうんですかね、うん、っていうのはほとんど通りにはなかったんで、各店舗っていう、まあ、つながりもないまま、うん、である中、ああいう大きな施設っていうのは本当に多分向こうが特徴的だと思いますね。今国際通り、まあはい、そののれん街とか屋台村とかは明らかに儲かってると思うんですけど、はい、実際国際通りにお店出すと儲かるんですか？儲かります。儲かります、はい、儲かるとしても、まあ、それ売上に関してはね、いろいろとね言いづらいところもあるでしょうけども、はいはい、じゃちょっと別のベクトルから聞きます、はいはい、必要経費の一番でかいところって家賃だと思うんですけど、はいはい、国際通りにお店出すのってお金かかるんですか？はい、かかりますね。多分国際通りと一本裏、国際通り周辺だと5倍ぐらい下手したらかかります。そんな違う？はい、簡単にでいいんで、はい、大体の目安で、はい、1店舗の月当たりの家賃、普通の、はい、まあお土産物屋さんとか居酒屋ぐらいのサイズのところだといくらぐらいですか？はい、大体、はい、大体この国際通りでよく見るお土産屋さんの広さあるじゃないですか、うん、はい、もうめちゃくちゃ大きいわけでもなく、はい、なんかおじちゃんおばちゃんでやってそうにバイト2、3名いそうな場所で、下手したら100万近くの家賃してますね。はあ、でってことはでもそれぐらい売り上げないとダメなわけじゃないですか。はいはい、売り上がるってことですよね。売り上がってましたね、このまあコロナ前の、はい、通常の観光の時はやっぱ。でも僕たちもお土産を卸ししたりとかいろいろ見てるんですけど、やっぱ紅芋タルト何百円とかちんすこ何百円の世界でイメージわかんないじゃないですか、うん、だけどお昼までの売り上げで午前中かで100万近く一帯を超えたよとか、月何千万いくよっていうのは聞いたり見てたんで。じゃあああいうなんだろう、おじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんとかでやっているようなお土産物屋さんで、なんか勝手に大丈夫かなって心配するのは余計なお世話なんですね。めちゃくちゃ儲かってるってことですよね。あともやっぱ
そ新婚旅行とかの方多いんで、はいはいはい、このここで見てこのコップ、はい、お揃いのコップをじゃあ200個とかっていう注文があったりとか、あお土産でね、お土産で、はいはい、お返しで結婚式の ね、お返しでとか、はい、あのでもやっぱり僕最たる例というか売り上げの中やっぱり一番のポイントって団体旅行だと思うんですよ、はい、で団体旅行で僕はあの沖縄の行き帰りで一番気をつけるのはあの修学旅行のね、うん、学生さんたちに見つかったら地獄だと思って、はい、見つからないのにこそこそするっていうのがよくあるんですよ、はい、でそれコロナ前はめちゃめちゃよくある風景だったんですけど、うん、今あのまあまあぼちぼち戻ってきてるじゃないですか、はいはい、修学旅行生が来るっていうのは売り上げ的にはものすごいやっぱ上がるんですか、うん、その修学旅行シーズンって飲食店は暇になるんですよね、うん、やっぱこの近隣のホテルの宿泊が学生になるじゃないですか、うん、で、お土産屋さんの世界では修学旅行生が来るシーズンはもう一番の繁忙期です。なんか修学旅行生って空港での自由時間がないみたいなんですよね。ああの団体受付からこう入るっていう、はい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 、空港ってあのお土産コーナーがたくさんあるじゃないですか、はいはい、あそこで自由に動くっていうのがないみたいで2泊3日3泊4日の最後の自由時間午前中を国際通りではいここでお土産も買ってどうぞっていう 3,4 時間があるみたいで今もうそこにドカッて売れるので、そりゃチンスコーとベニーモタルコとめちゃくちゃ売るしかないですよね。そうですそうです。しかもみんなアホみたいに買うでしょ。買います買います。これは売るしかないですよね、はい、でもそうなると飲食店の方はちょっと暇になっちゃう。そうですね。なのでその時期だけランチ開けたりとかするんですけど、やっぱり中学生高校生がランチで石垣牛ステーキって5000円とかを買うんですよね。食べてあー食っていくの。はい、あのやっぱ親から小遣いってもらってるじゃないですか、はい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 、であのどうせだったらっていうのでもうその3日間で普段持たない3万円5万円みたいな金額を持つんで、あのそう10名で食べてみんな石垣牛を食べたとかありましたありました。でも一方でね、僕ちょっとコンビニに挟んだことがあるんですよ、はいはい、あの修学旅行来る前に先生たちが視察に来るっていうのを聞くんです、はいはい、そういう時にまあほら、うん、あのまあ、別に悪い話じゃないですけど、はい、まあ、ちょっと接待だったりとか、はい、こっち業界の人がね、旅行業界の人が接待したりとか、はい、うちで決めてくださいよみたいなと、だって修学旅行のコースに入らない、入るか入らないかだけで全然売り上げ変わってくるところもあるわけじゃないですか。そうですね、はい、そういう接待をしている的な話を聞いたことはあるんですよ。そのあたりどうなんですか。聞いたことはあります。でそのどういった内容か分からないですけど、その接待とかいろいろ受けた後、うん、まあ、フラッと入った、まあ、先生たちとお話ししたこともあるんですけど、うん、やっぱり多分このいろんな場所を決めてとかっていうのであるんですけど、それ終わった後にやっぱり先生たちもすごい楽しそうに、うん、下見をして終わったらお酒飲んでっていうのはやってましたね。うん、飲み方とかどうなんですか。結構派手でしたよ。先生なんだっていう派手って聞きますね、はい、僕も、やっぱ地元ではあんまりはっちゃけられなくて、はい、そうですね、こういう時もここぞとばかり飲んだれみたいな人は結構今いるって聞きますよね、はい、うん、やっぱりそこ沖縄来たからっていうのとちょっと地元ではやっぱ先生っていうのがあるっていうのは、うん、感じました。もう一個聞いておきたいんですけど、はい、沖縄の人の飲み方とかもうずっと飲食店やられてるから分かると思うんですけど、はいはい、沖縄の人って僕ここ来て数日ずっと飲んでるんですけど、沖縄の方たちってどんな感じで飲むんですか。沖縄の人はですね、まず酒強いですか。やっぱ強い強いです。強いし飲む時間が長いですね。なので僕国際通りのお店で予約で、うん、佐藤です鈴木ですって予約だと7時に行きますって言ったら7時に佐藤さん鈴木さん来るんですよ、うん、で沖縄で大城です近所です7時ですって言うとまず7時に来なくて、うん、で8時から9時ぐらいの間にみんなが揃って1時閉店ですっていうのに3時ぐらいまで飲むっていうゆっくりゆっくり長く飲むっていうのが沖縄の人の特徴です。はあ、もうでも大体みんなあれですか、青森とかの方に来るんですか。今そうですね、でも徐々に今青森離れっていうのがなってて、そこも青森の組合ではちょっと問題というか、うん、どうしようかってなってるんですけど、うん、僕たちの時はもう高校生とかからお酒をちょっと飲み始めると青森しかなかったんで、飲み放題とかがなかったですね。県外からのお店さんが出てきてレモンサワーウーロンハイとか飲み放題とかが出ていろんな種類飲むようになったんですけど、青森しか飲まなかったですね。それでいうと最近センベロブーム多いじゃないですか、はいはいはい、あれっていうのは県外から流入したブームなんですか。あれ県外
だと思います。でも一気に沖縄ではすごい増えました。なんで沖縄に合ってるのかどうか、あの実は東京とかでせんべろってあんま言われなくなってきてるのに、はい、沖縄来たらもうどこ行ってもせんべろで、はいはい、なんかいいとこないですかって聞いても、あのせんべろ的にいいところばっかり紹介されて、いや俺そういうんじゃねえよって言ってて、あのサクッと飲むんじゃなくてじっくり腰据えて飲みたい、そういうお店を探してるんですよって言っても、まあ、なかなか最初見つからなくてっていうのはありましたね。やっぱ沖縄の人の気質にも合うんですかね。合うと思います。でなんか居酒屋とか行くときにご飯を家で食べて居酒屋行くっていうの多いんですよ。はい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 。なので料理をドカッて頼んでご飯を食べながら飲むっていうのがあんまなくて、もうちょっとつまみにずっと飲むっていうのが多いです。あのそっか。でもちょっとね、あのもうこの業界で働き始めて何も何年、はい、今13、14年ですね、はい、ずっとこうこの辺で見続けてるわけじゃないですか、はいはい、であのね、あの嫁さんに関してはもう奥様ラブなので、はい、あのそれはないというか聞きに聞くことじゃないと思うんで、はい、あのあくまで見てきた話です、はい、見てきた話でお聞きしたいのは、はい、あの国際通りで働いている若者たちってやっぱこっちの人たちじゃないですか、はいはい、ああいう子たちってあの国際通りで働くってことはやっぱあれなんですか、はい、出会いとか求めてるんですか。これはもうぶっちゃけそれを求めて働いてる子多いですやっぱそうなんですねあのね僕ね、あののれん街で飲んでた時に、はいはいはい、ものすごい接客が女の子に対してちょっと丁寧だったんですよ、はいはい、さっと行ってでちょっと一言二言声かけたりして、はいはい、おっさん飲んでるところでエイスって言って置いてパッと行くくせに、はいはい、めっちゃそのなんていうんですか、女の子グループとか来てるんですよ。だから、はいはい、そこに、うんうん、なんかもう完全にどこここっておっさんなんかちょっと来ちゃいけないとこ迷い込んだったんじゃないかと思うぐらいの感じだったんですよ、はいはい、だからそうなのかなと思ってたんで、はい、やっぱそういう感じなんですよ。もうそういう感じですね。もうそうです。経営者的にはお前ら出会い求めなんだからちょっと時給下げていいみたいな感じになるんですか、それとも特別、はい、あのこの辺は高いとかその時給高いとかあるんですか。なんか一応国際通りだからといってあの他より高いってそんなにないんですよ、うん、だけどやっぱ働く子たちもあの若い子たちもそうなんですけど、自分の接客で楽しませてるっていうモチベーションの上げ方とやっぱり出会い、うん、でこのその後に一緒に飲みに行ったりとかっていうのはもうこの働いてる子たちのいい意味でパワーになっています。あの下心というすごいパワーになってます。あれ逆はあるんですか。逆あの女性店員さんとの出会いとかはあるんですか。はい、ありますよ。あるし、なんだろう、あとは来てる方、お客様、旅行の方がやっぱオープンマインドなんですよね、うん、なので向こうから声かけるっていうスタイルも多いです。店員さんにやっぱ沖縄って分かんないじゃないですか、うん、このあといいバーないのとか、うん、どっかどこのクラブないのとかっていう時に教えてもらって、あ、じゃあ一緒に終わったら行こうよっていうのもありますね。はあ、まあね、あとね20年ぐらい若かったら考えますけどね、おっさんはおとなしく飲む方がしか言ってないですからねまあまあでもそんな感じでやっぱり今も昔もこの国際通り姿形は変われど、はい、やっぱり人が集まって栄えてるに越したことはないですし、うん、めっちゃ盛り上がってますねというお話ですよ、はい、本当にこう裏っぽいところがねあんまりない、そういう場所なのかなと。もちろん探せばあると思いますよ。でもまあ普通の観光で来る分にはなかなかそういうことにね触れることもないですし、触れる必要もないです。ただただ楽しんでほしい、そんなことで、まあ裏はあんまりないよというお話を今回はした感じですね。あの結果ね、裏に迫ったら、まあ、ただただあの、まあ、嫁にさんがお嫁さん好きだって話、はい、かなって感じですけど、まあ、でもちょっと興味深かったですね、本当にね。ということでどうもありがとうございます。なんかあの嫁にさんの、はい、やってるお店 の紹介などありましたら。はい、はい、ありがとうございます。国際通りで次男坊という居酒屋と、あと先ほど出たのれん街でニューオキナーという居酒屋と、あと近くでミュージックバシマオトというバーとかをやってます。ぜひ国際通り来たら遊びに来てください。ということでぜひよろしくお願いします。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、まあ、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。